レーニエ3世は、モナコ公。レーニエ3世は、ポリニャック伯爵ピエールとバランティノは女公。シャルロットの間の長男として、モナコ高級殿で生まれた。なお、姉に、アントワネット公女がいる。フランスと、スペイン、ドイツ、イングランド、スコットランド、オランダ、イタリアの血を引いており、祖先には、スコットランド王ジェームズ4世。 ナポレオン・ボナパルトの幼女であったステファニー・ド・ボアルネ、18世紀の、イギリス人作家ウィリアム・トマス・ベックフォード、オラニエコ・ウィデム・一世、イ、ングランド王・チャールズ・二世の愛称で、イタリア人であったオルタンス・マンチーニ、マリアントワネットの長身ポリニャック・伯爵夫人、デンマーク王・フレゼリク・二世などがいる。イギリスのパブリックスクールを卒業後、スイスのル・ロゼに進学した。その後は、 モンペリエ大学とパリ政治学院に学ぶ。第二次世界大戦時フランス軍に従軍。大佐まで進む。ソフルイン2世の死去により1949年に即位する。なお、1940年代から1950年代にかけて女優のジゼル・パスカルと交際していた。その後、カンヌ映画祭で知り合ったアメリカ人の女優であるグレース・ケリーと恋に落ち。 1956年1月5日に婚約を発表。同年4月18日にモナコ公宮殿にて法的な結婚式が行われた。翌4月19日にモナコ大聖堂にてカトリック式の挙式が行われた。これらの模様はヨーロッパ諸国で生中継されたほか世界各国で報じられ大きな注目を集めた。なお挙式はカトリックの伝統に沿い。 グレースの出身地であるアメリカで行われることも検討されたが、最終的にはモナコで行われることになった。翌1957年にカロリーヌ皇女、1958年に後継者であるアルベール皇成し1965年にステファニー皇女らが生まれた。モナコ公として積極的に行動し、憲法改革や、 国営企業のモンテカルロソシエテでバンドメールを通じて、モナコ広告の経済基盤をモータースポーツなどギャンブル事業以外にも発展させるなどの功績があった。しかし1982年9月14日にコーヒグレースが南仏のロックアジェルの別荘から自ら自動車を運転してモナコに戻る途中に脳梗塞を発症。そのまま急カーブの坂道で ガードレールに激突し、道路横の崖を40メートルほど転落して、自動車は大破した。自動車事故で逝去。レイニエサ三世は悲しみに暮れたが、その後もモナコ校としての務めを継続した。2004年の初め、感情動脈疾患により入院。10月26日。2005年3月21日に集中治療室に移された。3月23日に、 心不全と人不全で人工呼吸の状態になった。4月6日、肺管戦症などにより公挙。レーニエ3世と家族元ハリウッド女優のグレース・ケリーとの間に一何人女がいる。カーマニアとして知られ、自動車博物館を公開している。伝統のモナコングランプリではレース前に公費ーーを乗せたオープンカーを運転してパレード走行を行っていた。ありがとうございます。